鹿児島市の新たなスタジアムの整備について、県と鹿児島市が進捗状況をまとめた報告書を今日 J リーグに提出しました。鹿児島市の新たなスタジアム構想をめぐっては、下鶴市長が今年2月、北ふ頭への整備を断念し、候補地が白紙に戻りました。そうした中、鹿児島ユナイテッド FC が申請をしている J1 のクラブライセンスに関連し、県と鹿児島市は J リーグからスタジアムの進捗状況の報告を求められ、きょうユナイテッドを通じて報告書を提出しました。県と鹿児島市は、県と市の課長級の職員が協議を行い、候補となりうる土地のリストアップなどについて検討を進めている。できるだけ早い時期に候補地を選定したいと報告書に記載し、互いに連携して取り組みを進めていることを強調しました。鹿児島ユナイテッド FC に J1 のクラブライセンスが交付されるかどうかの決定は9月末までに行われる予定です。